ゆいまいしに見た、終わり朝日中心市街の一つである、三里駅周辺のビルとセットデジタルタワー、遠くに、さなげ山スカイワード朝日終わり朝日市は、愛知県の終わり地方に含まれる市。北と、西は名古屋市、東は、瀬戸市、南は、長久手市に面している。1970年に、東かすが朝日町が市政を施行し、愛知県か27番目の市として、 終わり朝日市が発足した。名古屋市から瀬戸市へ伸びる瀬戸街道の中間に位置し、名古屋市の東部近郊たる終わり陵の工業、住宅都市である。地域に愛知県森林公園、城山公園、小畑緑地などの公園が多い。特に愛知県森林公園は市の面積の15%程度を占め、広大な県有林の中に数々の体育施設、 ゴルフ場、池、植物園等が配置されている。乗馬場は、1994年に開催された第49回、国民体育大会の馬術競技会場として使用された。2004年には、世界保健機関に主体を併用、地域健康都市連合に加盟し、健康都市宣言を行った。寝たきりにさせない街づくり、外に出かけたくなる街づくり、 住み続けたくなる街づくりに基づく事業を試作し、健康都市終わり朝日市を標榜している。終わり朝日市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。歴代市長2019年度当所予算案。 フロンティア朝日所属の武田直樹と、成瀬ノリアスの両議員が、会派の積立金など、約350万円を指摘に流用していたとして、2020年5月19日付で、辞職した。朝広斎病院終わり朝日市立図書館、終わり朝日郵便局終わり朝日市文化会館市内に、警察署はない。名古屋市森山区にある、森山警察署が管轄する。 そのため市内の交番にある警察車両には、終わり小牧ナンバーではなく名古屋ナンバーがついている。2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が、120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れた。国内朝日世紀工業丸は終わり朝日駅。 豊坂交通終わり朝日営業所、県道214号市内の鉄道はほぼ中央を東西に貫通する名鉄瀬戸線のみで南北に貫通する路線は存在しない。中心駅は終わり朝日駅であるが利用者は三里駅の方が多い。急行は終わり朝日駅と三里駅に停車し、準急と普通は市内のすべての駅に停車する。 高速道路通行には森山シック、名古屋 IC、春日インターチェンジ、大森インターチェンジ、イ山 IC などを利用する。名古屋産業大学、名古屋経営短期大学愛知県立朝日屋、高等学校上山公園支部川神社、寸法石2011年から美味しい紅茶の店日本一を目指す町おこしを行っている。何らかの分野で日本一を目指そうという動機から、 終わり朝日を日本一にする会を起こし、紅茶が選ばれた。2011年11月1日に日本紅茶協会から15店舗が美味しい紅茶の店に認定された。2013年には17店となり、大阪市と同率で美味しい紅茶の店店舗数日本一に認定された。2014年には全国最多の19店舗となった。ありがとうございます。